詳しく聞かせてもらえないかしら。なぜこんなところにボイドゲートが封印されているのか。その理由に触れる前に、遠く南方での昔話を語っておく必要がある。遡ること5000年以上、アラブ帝国が南方大陸メラシディアに対し侵略戦争を仕掛けた時のことだ。押し寄せるアラブの軍勢に対し、メラシディアの民は2億の天竜バハムートとティアマットのもとに集い、果敢な抵抗を見せていた。だがバハムートが討ち取られたことで均衡が崩れる。そうして劣勢に立たされたメラシディアの民は次々に蛮神を召喚したのだ。これに対して時の皇帝ザンデが取ったのが、ボイドの魔王暗闇の雲との契約という策だった。蛮神を要するメラシディアの軍勢と魔王配下の用意を要するアラブの軍勢の正面衝突。それは悲惨な戦いだったよ。俺たちもそのあたりの歴史については詳しいつもりだが、まるで見てきたような口ぶりだな。事実、見ていたんだ。劣勢に立たされたティアマットの報告を聞き、彼の地へと駆けつけた私と、姉であるアジュダヤはね。本来我ら竜にはオスメスの性別はないのだが、人の言葉で言い表すならアジュダヤは私にとって姉と呼ぶべき存在だろう。最も遅く帰った小さな私を親代わりのように育ててくれた相手でもあるのだ。だから当時も共にあり、ティアマットの報告を聞いて南方に向かい、その窮地を救わんと用意の軍勢と戦ったのだ。しかしどれほど打ち倒しても用意は無数に現れる。消耗戦を強いられる中で、やがてアジュダヤは戦況を変えるべく賭けに出た。ボイドゲートに突入し、用意の軍勢の大元を叩こうとしたのだ。無論私も姉さんを追ってアラグの根拠地にそびえ立つ水晶の塔に向かったが、目の前でゲートが閉じてしまってね。それ以来姉さんのアジュダヤの行方は用として知れない。歴史に詳しいだなんて前言は撤回しなくちゃならないな。クリスタルタワーの記録にもそんな話は記載されてなかった。 Spinning was great. Well, not great for my rotation. 取るに足らない出来事だったのだろう。破れかぶれになった竜がボイドゲートに飛び込み、そして帰ってこなかっただけなのだから。ともかく私はそれから長きにわたりアジダヤの痕跡を探し求めた。だがアラグの滅亡に伴い、竜が通過できるほどのゲートを開く技は失われ、姉さんを追跡する手段もなくなってしまった。でも現にここにはボイドゲートがある。それもラザハン式錬金術の技法を用いた装置で人為的に制御されたものが。ラザハンが起こるよりも前のことだ。アジュダヤ捜索のためボイドに渡る術を探し求めていた私は、
包丁界の海底にて自然に生じたらしいクラックを見出した。だがそのクラックは小さく、竜の巨体では通過がかなわなくてな。しかしラザハン建国によって錬金術師たちの協力を得られるようになったことで事態が動き出した。彼らは本当によくやってくれたよ。数十年の時を経てこのような人形を通すほどにまでクラックを拡張してくれたのだから。確か以前にお前はこう言っていたな。天竜たちに方向で語りかけたがアジュダヤは答えなかったと。つまりそれは、人形の体を使いゲートを通ってボイドに赴いたが姉さんを見つけることはかなわなかった。ボイドに足を踏み入れた私が見たのはゲートが開いたことを感知して押し寄せる妖異たちの姿だけ。結局はすぐにこちらの世界に帰らざるを得なかったのだ。そのままではラザハンの民に累が及ぶ可能性が高い。アジュダヤと人を天秤にかけ後者を選んだというわけか。アジュダヤはあなたの方向に答えなかったのではなく、そもそも方向が届かない場所に今もなおいるのですね。次元の壁によって隔たれた第13世界に。いずれにせよすぐに引き返したのは正解だった。第13世界に残り続けていたらいかに天竜とは言っても容易化してしまう危険性があるからな。あんたも闇の世界で目にしただろう。パリパリって、あの時ネロは外傷をきっかけに体内のエーテルが乱れて肉体が変容しかけていたんだぞ。つまりあのまま時間が経てば生きながらにして妖異へと変じていた可能性が高い。だとしたら姉さんはすでに。あ、いやすまない、あくまで可能性の話をしただけだ。七大天竜の鱗はエーテルの変化にめっぽう強いはずだ。五根の霊輪の素材としても使われたぐらいだし、そう簡単に容易化すること。で、そうか、霊輪があれば第13世界に長期間滞在したとしても容易化することなく行動できるかもしれないな。いずれにせよ終わったことだ。姉さんがあの暗がりに消えたのは5000年以上も前のこと。 Damn。何より今の私には守らねばならない民がいる。そも私は遺跡に入り込んだものを感知し、いたずらにゲートを開くことがなきようここに来たのだ。宝の回収も兼ねてな。いっそ忘れてしまえたらどれだけ。
I'll do it eventually on my alt. Blasphemy. Auf in der Fisch. Yeah. Can I have 2% of it? It's still a lot.
FF4! Golbez! Oh my god, it's Golbez! Badass! Oh my god! I did not expect that at all! Rubicant, Cagnazzo, Barbarica, and forgot the last one's name. Rubicant, obviously, and Skrlamingo, something like that. Yeah. The first one. Hehehehe
Hello, Vamples. How's it going? Welcome. それを投じるべきは今を置いて他にあるまい。終末により傷ついた多彩なる都に。Somewhat, somewhat. It's still worth doing leaves for guild, though. 常ならばこのような時、私は大衆たちに頼り、その仕事に任せてきた。だが、アヒワーン亡き今、彼の手腕に頼ることはできない。よって今ここに私が大使として指針を示す。まず宝物殿より運び出した財宝の換金を進め、これを財源としてゲドリマンの交易商に出資すべし、人手と船を失った商人を助け、交易の活性化を促すのだ。無論あれほどの惨劇を経験したのだ。誰もが支援を必要としていることは重々承知している。The best one to do is level 86 Alchemist Practical Command. 交易商への支援は、カルダール商会という大きな卸先を失った。漁師や職人、石膏たちを救うこと。It's 1 million in average, not 900k.It's also not triple-handed, so it's not as much work. 週末で親を失った子供たちへの対応はどうするつもりだ？その点は私も懸念するところだ。ただ単に金を施すだけではいずれ資金は枯渇し、孤児たちが再び路頭に迷うことになってしまう。子供たちを恒久的に保護していくための新たな施策を考えなければならないと思っている。そこで冒険者として数多くの国を見てきた君の意見を聞きたいのだが、
の商会が資金を捻出し、個人を。そうか。素晴らしいアイデア。出資の条件として、商人たちに売り上げの一部を個人運営に拠出するよう契約を結ぶとしよう。さて、そうとなればこの制度にも名をつけたいところだが、偉大な交易者。なるほど、カルザールのことか。サベネア島を恐怖に陥れた疑心獣としてではなく、ラザハンの偉大な交易商として彼の名を残そうというのか。異論などあるはずもない。しかしこの中にも獣に家族を奪われた者は多い。皆の意見も聞かせてくれ。あの時は多かれ少なかれみんなが動揺していた。誰もが獣になる可能性があったんです。カルザールさんを救えなかった悔しさはあれど、恨んでなんかいませんよ。みんなだってそうだろう。あのガキ、メラドとか言ったか。これでアコギな商売から足を洗えるかな。 NO! では、ガルダール基金の立ち上げを宣言。全部急げな。すぐさま取り掛かるとしよう。ナブディーンは大義に戦士。孤児たちを保護するべく巡回へ向かってくれ。Ian, thank you so much for 55 months. Appreciate it, bro. Do not pay Sony for that bullshit, Vampals. It's not gonna be like a remaster of FF13, even if they put it there. That PS Plus Premium is a ripoff. Don't pay into it.They need to make their systems backwards compatible without making you pay extra money. It's so bullshit. It's so scummy of Sony to do that. If you really, really want to play it, just get the Steam version. I do not support anything that scummy practice. They need to let you be able to put your old PS3 discs in the PS5 and be able to play it, not fucking charge you extra money for it. I'm not even gonna renew the base PS Plus. Not gonna support a company with that shitty practice. Xbox is so much better in this regard. They let you have backwards compatibility.
来てくれたのね。それで何か分かったのか。あの制御装置を調べた結果、ボイドゲートを封印する機能は見つかったものの、拡張する機能は確認できなかった。ブリトラの言葉通り、ゲートを広げるためにはかつて錬金術師たちが用いた方法について調べる必要があるわ。もっともその技術はすでに失われているとのことだけれど。そんな分かりきったことを説明するために俺たちを呼んだわけじゃないだろう。世界を渡る方法とやらの手がかりは見つかったのか。それを今から説明させてもらうわ。まず前提として、世界を飛び越えるには次元の狭間を通る必要があるの。あなたが第一世界へと呼ばれた時のことを思い出してちょうだい。第一世界側にいた召喚者、つまり水晶光がクリスタルタワーの機能を利用した召喚術を展開した。あの時あなたは目印となる装置に触れたはずよ。これによって世界を隔てる壁に穴が開けられ、あなたは次元の狭間に落ちた。そこはどの世界にも属していない、まさしく狭間と呼ぶにふさわしい空間。その後召喚術に引き寄せられる形であなたは狭間を出して第一世界側に出ることができたというわけね。あらゆる時間と空間がもつれた次元の狭間を原初世界から第一世界まで正確に誘導してみせた。まさに奇跡にも等しい所業よ。なら原初世界へやってくる妖異どもは誰がどうやって誘導しているっていうんだ。あら、いい着眼点ね。妖異がこちら側へ来る方法はいくつかあるのだけれど、その代表例といえばやはり妖異召喚でしょうね。そうね、ガーゴイルと呼ばれる注意の妖異を例に説明してみましょうか。まず妖異を呼び寄せたいと願う召喚者が召喚術によって小さなボイドゲートを瞬間的に開くの。その際、インプのような力を持たない低位の妖異なら肉体を維持したままゲートを通り原初世界へ渡ってこられるわ。でも、より力のある注意以上の要因になるとそうはいかない。召喚者一人では賄いきれないような莫大な力を注いで大きなゲートを開く必要がある。だから要因召喚では魂だけをこちら側に呼び寄せるの。私たちが誰かさんに第一世界へと呼ばれた時のようにね。
当然召喚された妖異の肉体は第13世界に残ることになるわ。そして引き寄せられた妖異の魂には原初世界で活動するための仮初めの肉体が与えられる。それが依代であり、ガーゴイルの場合は石が最適とされている。なるほどな。つまり妖異召喚の場合は原初世界側の召喚者という明確な誘導役がいるということか。ええ、安全に、そして確実に肉体を保持したまま次元跳躍をするには何らかの誘導役が必要だと理解してもらえたかしら。私たちが戦った妖異の軍勢もアラグ帝国によって開かれたゲートを通って現れた。アラグの魔科学者たちが誘導役を務めたということだな。だがボイドクラックのように自然発生した裂け目にはそのような確たる誘導役は存在していないはずだ。だというのに正しく世界がつながっている。そもそもなぜ第13世界とだけ自然に裂け目が通じるくらい簡単に世界がつながるのだ。その謎を解き明かすことができれば世界を自在に飛び越えるための糸口となるはずよ。おお、だがどうやってその謎とやらを調べるつもりなんだ。まさか。ええ、そのまさかよ。まさに新たなる冒険とでも言いますか。私の話を聞いていたのか。人が通れるほどにゲートを拡張する術はすでに失われているのだ。さらにそれができたとて第13世界へ一歩足を踏み入れた途端妖異の大軍に襲われる羽目になるんだぞ。もちろん聞いていたわよ。当然私一人では無理でしょうね。でも第13世界へ渡り暗闇の雲を撃退した経験のあるあなたと一緒なら不可能ではないはずよ。So much for taking it easy. I needed more break. あら、退屈を好むあなたじゃないでしょ。また頼りにさせてもらうわね。さて、すぐにでも第13世界へ向かいたいところだけれど、北条会のゲートはラザハンが長年保守管理してきたもの。大主様の許可なしに開けることはできないわね。先ほども言ったように恩人である君たちの願いは可能な限り叶えたい。ラザハンの子らに類が及ぶことがなければな。もちろん妖異がこちら側に侵入しないよう細心の注意を払うつもりよ。その前にまずはゲートを拡張する必要があるけれど。方法はあるのか。それをあなたに聞きたいのよ。
当時の錬金術師たちからどんな手法を使うつもりなのか説明くらい受けていたのではなくて。ああ、フラッグの拡張に関する研究はデミール家の錬金術師に一任していたのだが。デミール家、デミールの遺列教に名を残す錬金術師の名家ね。詳しい技術論は理解できなかったが、彼らは初めにフラッグから現れた妖異の一体を解析した。そしてその妖異に類似した能力を持つ人工妖異とも言うべき魔法人形を作り上げ、フラッグの拡張に利用したらしい。人工妖異ですって。デミール家は地の都シャーレアンの賢人に憧れていてな、人工妖異についてまとめた書物を学会に提出したそうだが、功績と認められるどころか金賞扱いされ、ダイソーを落ち込んでいたよ。それならどこかの金書庫に収蔵されている可能性があるわね。その当時はまだグブラ幻想図書館はなかったはず。となれば、ええ、ヌーメノン大書院の金書庫に収蔵されている可能性が高いわね。早速オールドシャーレアンへ向かいましょう。そっちは任せた。俺がついてったところで何ができるわけでもあるまい。メラドのやつでも探して基金について教えてやるさ。私たちも行きましょう。本当にボイドへ渡るつもりなのか。ならば私はどうすればいい。